では先行にその権利が与えられているのであればまずビートをちょっと出してもらってから選択してもらった方がいいですよね、はい、ではダディミックスまずビートお願いします。ではシオン、それではじゃんけんを、あ、タイカさんも、いや、あの俺はビートボックスはもう最悪俺で、はい、唇すぐ、あれなるんで最初はグーじゃん、あ、握手から最初はギュー、最初はギュー、最初はギュー、お願いします。はい、勝った新平太君、先行高校を選ぶかビートを選ぶか。じゃあ高校で。高校じゃあ、あるしてビート選択をお願いいたします。バンドで。バンド、うぃす。それではまず第1試合ってことですね、はい、盛り上がってきたー。ふぅー、第1試合では行きましょうか。お願いします。お願いします。先行アルステ高校新平太レディーファイト。えい、川崎のチッタ真ん中にタイカ、ここに新平太、この光景知ってんな、9年前とよく似てねえか。えい、話は9年前に遡る、ここにまた登る、あの日尖った俺の天狗の鼻を折る、そして俺を成長させてくれた奴がここにおる。10年遡る、それも蹴っ飛ばすサッカーのボール、話が戻る、どこにあるんだ俺たちのゴール。いや、10年俺たちは何の因果か因果組み合って進化し続けてた、後ろには大化がいるが大化してないぜ、台無しにしたくないからダイナソーみたいに聞く。いや、前に進み続けなきゃゴールなんてねえぞ、わかるか、いつまでも9年前のバトルの動画で YouTube で小銭稼いでちゃゴールなんて見えねえんだ。いつまでも俺は前に進んでる、トラボルタカスタムも出した、最新作も出した、そうタイトルは夜更かしの歌、シュンペーター、うん、もう昔のスター、昔のスター、あの日の俺は自分を変えに来た、今日もまた同じさ、自分の過去捨てて変えに来た、きっとこれが俺の最後の戦、相手がお前で死ぬほど光栄さ、ごめんな、あれが俺のハイライト、でも10年後そのハイライト塗り替えるよ。ちょっと待て、お前の最後の戦って言葉は全員が信じない、何回も何回も手戻りするバトル、その結果俺もここに出てりゃ一緒かもな、だがヒデとエースの頼みなら一肌脱ぐ、アドレナリン、平成が勝たなきゃ意味ねえ、じゃあどうせなら一回勝ったことある雑魚より一回も勝ったことねえお前にな。一回も勝ったことねえなんて、俺はお前に勝ったなんて思ってねえ、たとえ刀がボレ、俺がそう矢が尽きたところで、俺は力尽きてもうここに戻ってくる頃には老いぼれ、これが最後の俺、俺の汚れ、それを振り払うのも俺、全て己だから、もっとおもれえところで戻れ。いや、おもれえとこで踊れ、じゃあここで踊れよ踊れ、わかるか、俺なら自分で踊ってる、だから自分の人生すらも呪ってる、ラスボスあれは責任、フリースタイルとっちゃ俺たちは責任持ってんだよ、だからどこまで行ったって終わらねえ戦い、でもその先がなきゃ意味なんかない。お前がラスボス知ってその約束を見てたところを見てた、ものすごくかっこいいと思ったし憧れた、ゾクゾクさせてもらった、その後続いてラッパーがこの場にゴロゴロいるから一等、それはその頃何をすればいいんだろう、それも探すために恥をかいて、でももう一度やるのさ。ズラ、でははい、ジャッジお願いします。先行 R して、高校新平太、まずは R して、一勝一勝。これはもう一回じゃんけんなのか。はい、もう一回じゃんけんです。じゃんけん、じゃあお願いします。じゃんけんです。ビートは後から、ビートもじゃんけんで決めます。はい、あ、さっき聞こうか、まあ、きましょう。それでは次のビートお願いします。まずダディミックス。
シオン。それでは先攻後攻じゃんけん。じゃあ後攻で、はい、ああごめんごめん、先攻じゃないとできへんな、先攻です。そしてビートは、あ、ビートは新ペダ君がやられます。まあまあ分かってほしい。 DJ しよう。では先攻 R して再び後攻新ペダ、ビートはしよう。行きましょう。レディーファイ。お待たせ、ラストボスの出番だ。フロムコッペパンダ、クリーピーナスタ梅田サイファー。いろんな顔持ちながらやってきた。どんな仕事でも俺は完璧にこなす。時にはラジオパーソナリティ、バラエティの芸人、語り部、語り手、そしてラッパーになりて。だけど芯が通ってる俺はどこに出てもラッパー。わかった、あんたと一緒だ、いつまでもマダファーカーさ。完璧主義に走りすぎて疲れんなよ、それだけが心配さ。人に抜かれることもあるだろう。10年後なった時にお前がその時どうだろう。でもお前が価値があるやつだってことは誰よりも知ってる。ラジオ聞いてるぜ、ラスボスも見てるぜ、お前が頑張ってるの知ってるぜ。だからこの日本ヒップホップで変えてくれ。いや俺も新平さんが頑張ってんの知ってるよ。誤解されまくってんのも知ってる。だけど全部晒して、恥も晒して、恥とマスと汗をかいて歌詞を書いてここに来てる価値があんぜ。えい、だから俺もやりてえ。俺が抜かれることもある、当たり前。誰よりも敗北の足を知ってる。その一番最初くれたのがお前だからな。お前は今じゃ立派な大木。俺に借りなくなったのは体力。お前はフリースタイルキッズたちのアイドル。だけどもう忘れろよ過去の敗北。俺はお前に勝ったことを過去を誇ろうなんて思ってね。俺の心と心、こうやってフリースタイル知ればわかるよ。お前は死ぬほど優しい男。いやありがとう。でも一言だけ忠告、俺は至ってアイドルではない。アイドルは偶像、俺はそこらのアンダーグラウンドラッパーより毎週毎週ライブしてんぞ。えつまり偶像ではなく実像、そこらのアングラスカシのラッパーも驚くぞ。じゃあ俺に文句あんなら、シンペーターに文句あんなら、俺らにラップで勝ってから言ってみ。お前がアングラを気にしてることは知ってる。お前が油をかいてないことも油を売ってないこともみんな知ってる。フォアグラみたいに油が乗ってきてる。いやなんでそんなこと気にすんだ。アングラのやつじゃなくてお前のこと好きでいてくれるやつに目を向けな。だからもう過去に背を向けて前に目を向けな。全部と戦うんだよ、ラスボスってのは全部と戦うんだよ。目の前の相手と客とこのシステムと、そして相手とアングラとオーバーグラウンドと、そうやって戦ってた般若さんの背中、あった背中で約束があの時あったから。なぜあんた勝ったのに俺がラスボスに選ばれたか、その理由だよ。それが俺とお前の差なんじゃない、それが器の差なんじゃない。ここに収まらない映らない場面の名場面もいっぱいあったけど、映ってかっこいいのはやっぱお前なんじゃない。それが人の決めた答えなんじゃない。だけど俺は自分のこと見下してもう弱音なんて吐いてない。だから新しいことをやりたい、ラスボスでもお前を倒したいと思えない。終了。それでは再びジャッジお願いします。先攻 R して、後攻新平だ、再び R して、それでは3本目に移りたいと思います。はい、次で R が勝てば R しての勝利となります。もし新平太くんがもう2本逆転すれば延長戦に突入いたします。それではまずはビートの方からいきましょうか。ではダディミックス。を踏まえてじゃんけんお願いします。高校で先行シンベーター、高校 R して立ち位置チェンジ。あ、マイクもパスロー、あ、マイクチェンジでお願いします。ではシンベーター、ビートダディミックスお願いします。ではレディーファイ。ま
だまだ大丈夫、なぜなら客が見るアンコール、俺と R の勝負ならば大丈夫、1、2本じゃ決まらねえ、3本勝負超えて5本勝負、自分で決めてるオンゴール、その過去見てオルゴールみたいに懐かしむ趣味はないぜ、いや無理をひっくり返って、yeah. 何本だってやろうぜこの勝負、早いビートでやりたかったけども、そんなもんはかけねえ、俺ならばどのビートでも乗りこなせるラップがあるぜ、hey. Hey. まるで JC じゃホーバー、お前は俺のコバー、ザメみたいになるか、そんなんやってちゃダメ、あんた YouTuber じゃねえラッパーだろ、 YouTube でラップしてる文化、自分が恥ずかしいとは思わねえ、 99% 勝率なくても法律変えてでもドローマスしても勝ってやれ、ちょっと噛んだところもあるけどな、これは慰みじゃねえ、俺は小判ザメ、そうなること小判だからここ来たぜ、hey, 小判ザメじゃねえ、俺ならシャーク気に咲くこの空、海の中から下から水面下からやってきた、今目の前に新兵だ、いつまでたってもでけえなその背中、俺は人生と思わねえ、いつまでたっても脳の回転はやっぱり本で一番早いね、俺が新兵だ、プリステンダー、ビビってるしこれ無理してんだ、それも知ってんか、何べん俺が便所に行ってションペンしたか、いや100遍じゃ数えられねえ、レッコも言ってた、 ID もな、きっとお前も何遍も便所に行って客を決めてここに来てんだよな、いや便所の落書きみてえな歌詞から今すぐマスターピース生み出すのが俺たち、それが役割だからお前倒す今真っ先、目の前にあるこのやり方いつでも楽しくやりてえわな、 JG より平均で平均年収も超えてやるぜ平均、あの日 JG に憧れた、俺にブレイキーはなかった、ベイジンになりたかったけど俺のブレイキーは未だにクレイジー、午前0時ここでお前と対峙して、俺のマキヤマ、俺の丸裸見せるのが俺の礼儀、いやヒゲすんじゃねえ、あんたのは全然熱気じゃねえ、そこらのラッパーより何倍も本物、分かってる男の心、栄養この目の前にあるこの戦い、9年経っても変わらない、やっぱりバトルの主役は俺かお前か、それしかいねえな、セーラー、果たしてこれで決まるのか、皆さんジャッジよろしくお願いします、調節しないように、よかった方に片手挙手でお願いします、先攻新平太、後攻アルステ、あー勝者新平太、勝者新平太、まだまだストーリー続くぞ、これは聞いて面白いです、優しいな、逆に厳しいけどなではでは、はい、現在2対1ということで、ビートの方からいきたいと思います、お願いします、ダディではダディミックス、いいよね、ではシオン、おお、レディー、踏まえてじゃんけんお願いします、先攻後攻を選ぶかビートを選ぶか、じゃあ後攻で、後攻マイク交換でお願いします、じゃあ R してビートを、確かにせっかくなんでね、あたいお願いします、発勝です、4本勝負です、ちょっと待って、これ4勝、64小節やな、はい、ビートいや、もうちょっと乗る方がええな、どんなのがいいかな、なんかなんかしてやる？途中で変わったりしてもいいですけど。あ、オッケーオッケー。じゃあ適当に。行きましょう。レディー、ファイト！これはもはやセッション、抜きのセッション、わかるしょ、新兵と俺何本でも見れるぜこのショーに、この値段安くね、えいよ俺エースとヒデの頼みじゃないとこんなバトルなんてしない、当たり前この年齢キャリアになって金や名誉のためになってバトルはやんねえぜ、俺はエースとヒデの頼みは一度拒んだが、お前が俺を呼んでくれたと呼んかったから、俺も恥かんぜソロ版なら、いやそのまんまさ、俺も金や名地それと名声のためじゃねえ、ちっと冷静に
が見たく技を振りかざす。えよ指カバーなんて持ってないけど、お前の頭に手紙を届けるぜ。俺のメッセージ、やりたいことだけやってきた。ラップしかしてね、この何年か。もうすぐで30、大台に乗ってる。そして俺は今一番脂が乗ってる。それは知ってる、お前は準備が整ってる。俺が郵便配ってた時お前と戦ってる。俺は郵便を加えて指加えてお前たちの活躍を見てる。そんなわけじゃねえ、わかるか。俺は脂が乗ってる、さらに俺は恥もかいてる。恥みたいな仕事だってしてる。だけどそれをありがとうって言って笑顔で全て振る舞ってる。そんな俺に自信を持ってる。その加えてた指空にかざしてみな。追い風が俺たちに吹いてんぜ今、わかるか。そしたら俺たちがどうなるか。返しの合図ならばもちろんサイモンセイス。要大根で返しはない。フリースタイル即興論勝で起こる大根ゲーム。大根で返しするゼロから1から100。俺たちがまた羽ばたく。俺もお前もゼロを1にしてる。だからこの獣道にいる。メモを見て先通りするフリースタイル。ソファで考えてお前に一体何が言いたい。それも全て空にしてここに来てる。腹の底から今白黒つけるぜ。キモクのその先まで行くぜ。お前の胃袋中で暴れる俺はまるで一寸法師。終了。ではジャッジお願いします。先行アルセ、後攻シンペーター。来ましたね。これはちょっと頑張った甲斐ありました。僕も次に繋がった。頑張ろう。すげー。なんかほんま感慨深いんよ。もう俺めっちゃ拗ねてて、この2012年ぐらいかな。でもさっきシンペータと二人で写真撮りました。なんかはい、いろいろ自分も含めていろいろ消化できて許せて、泣きそうな上にこんな歓喜余った空間最高じゃないですか。じゃあダディミックスに最高のビート聞かせてもらいましょう。踏まえてじゃんけん先行後攻決めてください。現在2対2なので次の試合勝った方が勝者となります。最初はグーじゃんけんぽい。あいこでしょい、あいこでしょい、あいこでしょい。後攻で先行シンペーター、後攻 R 指定。じゃあ心決まったらシンペータービート決めてください。シオン、お願いします。それでは先行シンペーター、後攻 R して、現在時刻がここで良かったと非常に思っております。決めましょう。レディーファイト。大化が知らせる現在時刻、現在時刻、いやこれは天国。負けたマジックに届くように、ガチな話マジックじゃなくて手品種なしだぜ。いや先に来てるわけじゃねえ、滝のように空に昇る声。俺はお前に来い、焦がれてるかもしれねえ。だけど最後先行だ、お前っぽいラップで俺の胸に来い。いや誰からの支援もなし、支援もなし、支援昇るだけ。シオンのビートの上チェンジはね、最後まで俺がやっていくだけ。最後まで見たかったんだろお前ら、散々丸々太らして最後に食うのが俺のスタイル。シンペーター、これがラスボスだぜ。10年の時っていうのは残酷だな。マキさんもいねえし俺たちそのとんま、あの日のまま変わってねえやつなんていねえ。俺もハゲ上がった、だがお前も時期にハゲ上がりそうだがな。駆け上がっている階段スターダム、疲れたところでお前はいつかスターになる。いやだけど鍵はスタミナ、うまくつかみな、下をみんな上みな、ちゃんと上につかまりな。俺が前進してりゃ頭髪はハゲ上がる、それと一緒に俺のキャラも跳ね上がる。いや俺の背中には羽がある、ジブラも言ってたぜ、なせばなる。シンプルでいいんだよ、インフムロなんてこんぐらいでいい。でも大丈夫、俺たちが今巻き起こすマジックは確実に戦場に届いてるはずだ。俺のラップはシンプル、有名人ブル、すごいやつブルこともない。だけど俺は背中には羽は生えてないから代わり飲んできたレッドブル。
そしていつか手にするってまだ言ってもいいよな。俺はヘルメットがしょっぱくなる時から紅白を夢見て、お前が先に行っても俺もいつかそう思ってるぜ。それだよそれシンペーター、俺が見たかったシンペーター。俺はレモンや白日で歌ってるシンペーターよりビートの上でラップしてるシンペーターが見てんだ。いやだからな、あんな小銭稼ぎの広告収入なんてそんなもんよりお前のそのオートクチュールしっかり使えよ。じゃねえとよ、お前がどんだけ金持ったって証拠も根拠も不十分だぜ。俺が有名になれば、俺に金があれば、俺がお前みたいにスター性があれば、いや使いたいことに使えるマイク、それがあれば子供たちに幸が、その物語の先が聞けるかもな。でも俺には何もねえんだ。別に手抜いてレモン歌ってね、いつか誰かの手本になるかもしんねえ、俺のバイカポン。そう、シンペーターが手本になる。あの時カンの道しるべが俺たちの手本になったように、その中で支援も全部超え、ここに立ってんだぜ。チェンジだけいつまでも。そうさ、10年20年やってりゃよ、喧嘩した奴ら同士もステージ上こうやって輪になる。ヒップホップって最高じゃね。シンペーター、あんたの泣き顔が見たかったぜ。ありがとう。終了。決めんくてよくないか、こんな。じゃあ物語を締めくくるために最高のジャッジを皆さんよろしくお願いします。お願いします。とても心が震えております。では先行シンペーター。高校アールステ、勝者アールステ。やっと勝てた。なんぱない。ちょっとまずなんかシンペーター君、今日ありがとうございます。ちょっと一言。ありがとうございました。シンペーター君に大きな拍手。まだ喋りたい。どうぞどうぞ。もう3回戦って、結果俺が本当に勝ったかどうかって勝った時も思ってなくて、本当は勝とうと思えばもっと楽に勝てるじゃん、いつもね。それをしない、言ってもしょうがねえんだけど、それをしないのが彼の凄さなんだよっていうさ。ダンジョンで俺に勝とうと思えば楽勝に勝てるんだよね。でもその場でフリースタイルをして、その場のことを相手を貶めないで言うっていう、それができるから彼はラスボスなわけで、でそれが俺が泣いてる理由っていう感じかな。で10年やらせてもらって、あ本当こんなパンパンじゃなかったもんね、あの日ね。すごいところまで来て、俺はもう MC バトルはちょっとこんな気持ちになれることはもうないと思うから、もう残ってる試合をやって MC バトルはやめます。はい、なのですげえ楽しかったし夢みたいな時間だったんで、俺が MC バトルでやったことは YouTube ですぐに塗り替えるから、チャンネル登録してくれ。すごい。登録しろよ。ラムザフォンなベストパートナーのパパパパパン。ありがとうございました。シンペーター君に大きな拍手。拍手。まあ、やめると言ってますけど、また来年アドレナリン新しいイベントやるんで、その時よろしくお願いします。アホ。ちょっと待って、またや来年もやんの。アドレナリンは終わるけど、アドレナリンプレゼンツ何々 MC バトルはやるよ。ちょっと待って、最後やって言うから出たのに。こいつら詐欺やないか。アドレナリンは終わりですよ。アドレナリンは誰も納得してんやん。平成生まれのアドレナリンは終わりです。令和の MC バトルが始まる。こいつら。まあまあまあ、まあ、でも、まあ、正直ね、やっぱそんぐらいしないと。まあ正直俺は UMB、3連覇してからはほんまにダンジョン以外は出てないっすから、バトルは、うん、でもほんまに今回はもうずっと10代の頃からいろんなきっかけが結構アドレナリンやったんですよね、うん、東京のね、同世代とつなげてくれたのも2人やし、ね、松永と出会うきっかけのきっかけになったのもアドレナリンなんですよ。だから
そういうのもあってほんま10年来のもう友達がもう最後どでかいのを打ち上げようぜって言ったからやっぱ俺もいやじゃあそれは俺もっつってでまあどうせやるんなら俺がちょっと買ったことない人とやりたいっつって新平さんとやらせてもらって、まあ、結果初めて10年やって初めて勝てましたよかったですありがとうございますおめでとうございますでもその勝ったこと以上にちゃんとこう新平さんとああいう会話ができたのが嬉しかったですそこに大花さんもいてっていう全部あの9年前の時から今にこうつながるストーリーがここでなんか一番いい形で生産できたんじゃないかなとほんまそうですねいやだからもうヒデさんと A さんに大きい拍手、うん、ありがとうほんまにありがとうありがとうございますそして勝ちました R してくん、はい5万円と腕時計をプレゼントでございますよろしくお願いしますありがとうございますお渡しくださいそして R してくんはまだ買ったことない相手とやりたいというリクエストがあるということなんであリクエストじゃない違うよ違う違うよ来年チンタドープネスバンドの R してくんいやもういいじゃやったことがないからやったやったこれある意味その生産ですからね買ったことないラスボスになる前に買ったことない人に一回は買っとかなということで新平さんですからもうその手にはマジ乗らなくてほんまに生産ってことは新しいバトル生産しながら行ってさやったことないチンタドープネス VS アルシテを見たいね見たいですよねまあまあまあガチな顔になりましたからやめてくださいよ本当にバトルですよねいやバトルって大変なんですよバトル MC ね大変なんですよ戦国も出てくださいよ本当にこういうのがいるから出たくなってあそう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 いいよいいよ大丈夫だよそれでそれでいいよあまたの MC の血と屍の上にあなたの生活がありますやめろよあやくんもう言うそういうこと言うのやめてまあ俺も俺もそうですもう影響力あるからやめてはい、それではやばい本当に新ペタバサスあるしてみんな見れて幸せだったでしょう改めてその二人に大きな拍手あるしてありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたaproxima da morte Tristeza que seja, princesa me dá sorte Parece um cinema, mané manda um corte Ele é samurai com espada de Sanjo